全然だ。はい、音入りました。聞こえてたと思いますが、あの5分ほど押して始めたいなと思いますので、お手洗いですけど、あの出ていただいてエレベーターの隣にありますので、今のうちに行っておいてください。では、
ました。あ、そうだ。よいしょ。あ、聞こえますか。大丈夫ですか。はい。はい、皆さんこんばんは。今日は、お忙しい師走の折に、お越しいただいてありがとうございます。今日は、美術評論家連盟が、主催する李2022年の美術という止めますという、トークイベントをこれから行いたいと思います。はじめにですね、美術評論家連盟の四方さんより、ちょっとお話をいただきたいなと思います。よろしいですかね。あ、後にします。はい、はい、皆さんこんにちは。今日は本当にお忙しい中ありがとうございます。と、美術評論家連盟の今年から会長になりました四方一子と申します。今日はありがとうございます。そうですね、今日なんですけど、やはり美術評論家連盟にとっては久しぶりの対面のイベントなんですね。ということで多分4年ぶりぐらいだと思うんですね。コロナがあって、前回のシンポジウムが2年半前ですけど、結局対面を断念してドミューンで行ったんですね。ということで、記念すべき新しいスタートアップとしてハイブリッド開催にしますということで、今日は楽しんでいってください。美術評論家連盟なんですけども、あまり知られてないっていうことがあって、もう少しオープンにしたいなと思ってるんですね。いろんな世界的な事件とか出来事とかありますけれども、その中で美術も一部っていうか、その中で例外ではなくて、社会とか政治の動向とも関わっていくところがありまして、で美術自体もだんだん変わっていかざるを得ない状況にあると思います。それは美術の拡張とか美術評論の、存在意義を考えていくってこともあると思うんですね。そういう時にこういうふうにして皆さんと一緒に対面して、で一緒に考えていく場があるのが一番素晴らしいなと思っていて、そういった面で今回主催をさせていただきました。ということで、あとはアンドリューさんにお任せしたいかなと思いますので、その前に八尾の紹介をお願いいたします。はい、終わった後に最後八尾の関係者の方にも一言いただこうかなと思ってるんですけど、この場所は八尾スタジオという場所で今日お送りしています。八尾って YAU と書いて、有楽町アートアーバニズムの略になっています。で、その街づくり、その有楽町というエリア、大丸湯っていうらしいんですが、大手町、丸の地、有楽町というエリアを今再開発していくにあたって、アートの力も、一緒にやっていきながらやっていきたいということで、去年からずっとスタートしております。で、このスペースももともとは企業がもちろん入っていたんですが、コロナのこととかいろいろあって抜けたところ、をこんな感じで、オープンスタジオみたいな形にしていて、いろんなアーティストさんとか建築家デザイナーとかが、スタジオとして、今も使っている方々いますし、展覧会もできるし、あとこれぐらいの広さが、向こうもすごい広いんですが、パフォーミングアーツとか演劇の方々が稽古に使ったりとかいうこともできるという場所になっています。で、僕は全然運営とかではないんですけど、相談所というのをこのプログラムの一つで、やっておりました。縁で今回ここを、どうかなとお話をしたところ、心よくぜひ使ってくださいということを言っていただけたので、この会が実現しています。また繰り返しになりますけど、八尾の方にも終わった後ちょっとお話をいただければなと思っています。で、今日ですが、この後トークイベントを、やってですね、行きたいと思います。1点だけ、お手洗いはですね、もし行かれたいという方はここを出てエレベーターがありますので、その隣にあります。入退場は自由にしてください。携帯だけ、着信だけ切っといてもらえたらなと思います。はい、では、モデレーターのアンドリューさんに変わろうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしく。皆さん、お集まりいただきありがとうございます。今日はすみません、自己紹介として、美術評論家連盟のアンドリュー・マークルと申します。東京を拠点に、評論編集、翻訳仕事をしています。
で今日は、美術館、横浜美術館の、館長倉谷美香さん、と、フリー評論家キュレーター切り取りメデルさんをお招きして1年間の展覧会や出来事を振り返っていただきます。切り取りさんは体調不良のため、ビデオの参加になります。ちょっと斬新的な試みなんですけど、みんな、ご了承ください。でトークに移る前に、本日のお弁当の経緯についてちょっと触れたいと思います。今年7月に四方会長、有志の会員とともに国際関係若手育成というワーキンググループを立ち上げたところです。国際関係とは文字通り海外発信と、ネットワーキングのことです。とりわけコロナ禍を経て日本の美術業界は内向きの傾向が強まった、と同時に日本の現代美術評論はの豊かさは海外で十分に認識されてないっていう問題意識を共有し、積極的に海外の仲間と連携する必要があると感じています。もう一つの項目、若手育成は国際関係に関連しているといいます。次の世代を育成しなければ新しい、アイデアや価値観は生まれず、言論が国家、固定化してしまう恐れがあります。そうならないようにメンタープログラムやワークショップの催しを通して日本の美術評論を活性化することを目指します。で今日のトークはその最初の試みでありながら、コロナ、対策が落ち着いてから初めての対面イベントなので、まあちょっとアットホームな感じでリユニオンみたいな感じで、運びたいと思います。イベントの後半は鑑賞者側からのコメントや、質問をぜひ、歓迎します。活発なディスカッションを盛り上げて来年の活動につながれば、と思います。では、フォーマットはまず、クレアさんから、のプレゼンテーションを、いただいてから切り取りさんのビデオ、を紹介します。クレアさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私はクレア美香と申します。長年びっくりするぐらい長年ですね、東京国立近代美術館というところでお仕事をしていました。で2020年に横浜美術館の館長として横浜に移って、今ちょうど3年目というところです。コロナの真っ最中に転職し、転職した年に美術館が工事休館に入り、来年の横浜トリエンナーレでオープンを見込んでいるというところです。もともとは学部時代は油絵を学んでいまして、そこから美術史に、転換したので、まあ、その辺が自分なりのこう制作経験がある人間としての批評をできればというふうに思って、活動をしています。はい、で昨日の夜に切り取りさんが倒れたという話を聞き、みんなでワイワイやるはずだったのに答えてくれないビデオレターを見ながらなんかお酒飲むみたいにしてつまみにして喋るんだってこうおたおたしているところです。はい、でもとりあえずですね、私のプレゼンテーションを最初に20分ぐらいでしたいと思います。切り取りさんが後で見ていただくようにかなり国内のこう細かい動きを救ってくださっているので、まあ、私はちょっとそれが被らないように、国際展のお話とかあるいは美術館関係の動きのお話をしたいと思います。じゃあ送ってください。まず海外の国際展についてです。私も本当に久々に今年はですね、国際展にいろいろと行かせていただきました。ドクメンタベルリンビエンナーレ、それから一泊置いて、ベネチアビエンナーレ、リヨンビエンナーレ、イスタンブールビエンナーレに行ってきました。まあ、これでも行けなかったプサンビエンナーレとかいろいろあるんですけれども、そこで見たことについて少しお話ししたいと思います。足元への回帰、それから政治とそしてハテナとなっています。次お願いします。
はい、ドクメンタ15に行ってきました。アンドリューさんとも向こうでお会いしましたね。そして私はこの後ですね、まんまとコロナウイルスに感染してですね、ドイツに10日間捕まってしまうという悲惨な目に遭う、まだ楽しくて何も知らない時の写真がこちらですね。はい、まあ、基礎データはもうプロの皆さんなのでほとんどご存知と思います。インドネシアのルワン・ルパというコレクティブが、ルンブンコミュニティの共有のコメグラという、まあ、非常に特色あるキュレーションを行いました。集団でキュレーションをし、アーティストも集団として参加し、完成作を展示するのではなくてオンゴーイングのプロジェクトが会場内でこう常に進んでいるという状態で、80日にわたる会期中1000人近いアーティストを、会場に滞在させていたという大掛かりな催しでした。はい、次をお願いします。で、あの皆さんご存知のようにドクメンタ15はちょっと大きな問題がいくつか、起こりました。一つはですね、あのパレスチナ人アーティストの一人が反イスラエルグループに加担しているのではないかという抗議が比較的最初に起こったことです。でもう一つは、あの日本でも大きく報じられましたが、やはりインドネシアのタリンパディという、コレクティブが、集団制作した作品を展示したのですが、それがですね、ピープルズジャスティスというタイトルだったんですけれども、まあ、大壁画で細々と様々なこう抑圧された人々の世界中の姿を集団制作で描いたものだったんですけれども、まあ、その中でそのユダヤ人をちょっと嘲笑するような表現があったということで、まあ、地元がドイツなだけに非常に大きな批判を呼び、ディレクターが辞任をして、タリンパディじゃなくて、ルアンルパも正式に謝罪をするという騒ぎになったものです。で、あのこちらについてはもう報道の記事を私も読む以上のことは知らないんですけれども、これあのたまたまオープニングの時に撮った写真を後で見て気がついたんですが、この問題になった People's Justice という作品は、今この左の写真の、 あの足場みたいなのが組んであるあそこにこの後展示されるんですね。そうですね、はい、つまりオープニングの時にはこの作品はまだ展示されておらず、まあ、いろんな報道で言うようにその運営側が何も知らないうちにいつの間にかここにまあ展示がなされていたという、そういった経緯があったようです。で、これさまざまな解釈は可能と思いますけれども、まあ、一つはドイツという場所でユダヤ人に関わる非常にこうセンシティブな表現をしたことにインドネシアから来た、まあ、ディレクターたちが気がついていなかったという、まあ、文化や文脈の違いというものがあったのではないかというふうに思っています。でもう一つは、まあ、やはり横浜トリエンナーレを運営している横浜美術館の立場として、その相談も前もっての話も何もなく展示をされたというところに問題はなかったのかなというふうに思ったりもします。もちろんアーティストがオンゴーイングで作品を展示するというコンセプトの、展覧会なのでそういったことは起こるとは思うんですけれども、少なくともオープニングの段階では運営側とそのルアン・ルパーの関係というのは非常に良いように見えました。であればその見せると止められてしまうから見せないでやってしまえっていう、そういうことではなく、ただ単に見せるという行為を逃したまま展示がなされて大きな問題になったという、そのお互いの信頼関係がうまくこう動いていなかったという問題があるのではないかと思ってます。で、こうした問題については、まあ何と言いますか、表現を抑圧するとか、まあ、規制をかけるとか様々な論点があるかと思いますが、理想的には少なくともこの、ケースの場合には運営とそれから芸術監督とアーティストとの間で信頼関係を持った話し合いがなされていればもっと良い方法があったのではないかというふうに思ったりします。はい、次お願いします。それからベルリンビエンナーレですね、こちらは、ベルリンを中心に6カ所の大きな会場で開催されていて、アルジェリアに拠点を置くフランス生まれのカディア・アッティアさんというアーティストが、キュレーションを行っていました。はい、次お願いします。で、こちらも実は大きな問題を起こしたのは皆さんも報道でご存知かと思います。ジャン・ジャック・ルベルさんという、フランスに拠点を置いている、作家さんの作品が
アブグレイブ刑務所というですね、イラクにあった刑務所で、アメリカ兵がイラク人捕虜を虐待している写真というのが、表に出まして大きな騒動になったことがあったかと思いますが、このジャン・ジャック・ルベルさんの作品、ソリューブ・ポイズン・シーン・フロム・ディ・アメリカン・オキュペーション・インパクト・アットという作品は、その写真を大きく引き伸ばして迷路上の通路にこう壁にたくさん貼るという作品で、私も実際に見ましたが、ちょっとこう出口がどこなの、ずっとこの写真を見なければならないのだろうかというぐらい息苦しいインスタレーションでした。でこの作品が展示されたことと、それから展示方法について3人のイラクの作家さんが抗議をして、自身の作品を取り下げるという、問題が起きました。でこれも何て言うんですかね、いろいろこう複雑な問題をはらんでいると思います。まずジャン・ジャック・ルベルさんの作品というのは決してこうイラク人の方たちを愚弄するものではなく、むしろアメリカの侵略というものを批判するという文脈で作られたものでした。でところがですね、その迷路の出口をこう出ていかない限り、この今写真に写っているこうサジャド・アッバスさんというんですかねっていう方の作品が見られないという作りになってまして、要は同じ人のインスタレーションに見えてしまっていたんですね。でこのアッバスさんという方は、バグダッドに拠点を置いていて、そのイラクの、権利のためにいろいろな作品を発表されている方で、自分の作品があたかもそのルベルさんの作品の一部のようにして違うコンテクストに置かれているということに、大きな抗議をされたようです。それから、この残りの2人の、イラクの作家さんたちのお一人がですね、この写っている虐待を受けている捕虜の、捕虜のというかこのアブグレーブ刑務所というところにご家族のお一人がこう捕まっていた、拘束されていた経験をお持ちなのだそうで、やっぱりそうした写真が無防備に、しかも写っている捕虜の方たちの人権や肖像権を考えることなく展示されていたということに抗議をされたようです。で一方このジャン・ジャック・ルベルさんの側からすると、そうした画像が未だにインターネットで普通に見ることができる状況ということ自体を、批判しようとしていたわけで、そこでは捕虜の方の人権をどのように扱うのか、インターネットに出てることを批判するためだから、ここでもご本人に断る必要はないのではないか、いやそうではないという、複雑な立場が示されていたかと思います。はい、次お願いします。でこのようにドキュメンタもベルリン・ビエンナーレも政治的に大きな問題が起きたんですけれども、私はそれ自体に対してはきちんと論じるべきだと、完全に思っているんですけれども、一方で報道が全てこの問題ばかりになってしまい、例えばキュレーションについてとか、例えば個々の作品についての批評というものがこう影を薄くしてしまうということにはちょっと問題を感じています。で例えばベルリン・ビエンナーレで面白かったのが、旧東ドイツの秘密警察が使っていたシュタージのビルというのが残っているんですが、今そこが博物館になっていて、地元の高校生なんかはいっぱい来ているんですけど、ほとんど観光客が行くことのない場所だったんですね。でここで展示が行われていたので、私たちはこのシュタージが何をしたのかということを、外国人として逐一知ることができて、アートの作品を見るためというよりも街の文脈や歴史や政治を知ることができたということが、このキュレーションの非常にいい点だったのではないかと思ってます。はい、でもう一つこうした政治的な問題以外に、私が国際展をいくつか見て思ったのが、やはりコロナ禍になってこうした国際展の大きな催しが世界から観光客を呼ぶぞっていう目的ではなくって、コミュニティの歴史や暮らしを深く知ってそれを豊かにするという目的の方にどんどんこうシフトしていってるのではないかという、感想ですね。はい、次お願いします。その意味では第17回イスタンブールビエンナーレというのも非常に面白いものでした。これはイスタンブール市内のですね、12カ所だったかなの、会場を使って展示を行っていたんですけれども、
あれこれもしかしてちょっと次に送ってもらって、あ、なんか、うん、1個抜けましたね。これですね。はい。12箇所ですね。キュレーターはウテメタ・バウアーさんという元ドイツで今シンガポールベース、それからアマル・カンワルさんとデイビッド・テイさんの3人でしたが、例えばトルコはイスラム教国にもかかわらず、やっぱフェミニズムの運動というのが結構盛んで、地元にフェミニストアーカイブがあるけれども、きちんと研究がなされていないというので、若手のキュレーターをたくさん募って、そこでリサーチをしてもらって、それぞれが展示するという試みが行われていました。それが左です。で、右側はクッキングセクションというイギリスのグループがトルコの水牛農業について調べ、それだけではなくって、その水牛を使ってスイーツショップを運営していて、でこれがコミュニティにとってはアートとかそういうことはまあどうでもよく、美味しいスイーツが買える店としてものすごく流行ってたんですね。でこんな風に海外から来たキュレーターであっても、その町のコミュニティが何を欲しているのかとか、そのコミュニティにどういう、こう資源が眠っているのかということを掘り起こすことからキュレーションをしているのがとても印象的でした。はい、次お願いします。こちらもそうですね。この右が地下海底トンネルで巨大なサウンドインスタレーションをしている作家さんの作品だったんですが、この上がですね、ちょうどゲザパークというトルコの、まあ、民主化運動が若者発で盛り上がったその発祥の地となる公園なんですね。で、しかも私が行ってからですね、しばらく一月も経たないうちに、イスタンブールでいうとこう銀座か青山か原宿かみたいな通りでテロ事件が起こって、まあ、何人かの方が亡くなると事件も起きています。なのでトルコというところは、まあ、表面向きとても豊かで、なんていうんですかね、文化的にもこうきちんとした整備の整った暮らしをしているように見えて、実は足元ではですね、ちょっと前に若者発の、まあ、プロテストが起こったり、あるいはこうテロ事件が起こったり、あるいは政府が少しこう右寄りの方向に進んでいたりと、かなり危うい地盤の上で、なおかつこのコミュニティの資源というものを考えているというところが、私にとってはとても印象的なところでした。はい、次お願いします。そうですね、でこれらの国際展についてやっぱり私はすごく難しいものを感じました。まず国際展は巨大なので、どんなテーマを立てて個々にどんな作品が出ているかということにやっぱり批評の目が向きづらいです。でそうなってくると、またルアン・ルパのようにインドネシアから来たコレクティブがみんなでワイワイやろうぜという非常に特徴的なキュレーションをしたことか、政治的な事件が起こったことに批評が集中してしまいます。でもこれだと多分批評の敗北のような気がしていて、もうちょっと我々は内容とか個々の作家たちの意図みたいなものに、寄り添っていくという形で批評を行うべきではないのかなというふうに思ったりしました。それから国内の事象です。長々となってきたのでちょっと急ぎます。はい、次お願いします。はい、これは今日会場にもいらっしゃっているので冷え冷や汗って感じなんですが、8月でしたかね、十和田市の現代美術館で大岩裕介さんがやっていらした渦中のピーという展覧会を見せていただいて、トークをやらせていただいて、そのテキストもちょうど書き終わったところです。で左側はスキャンザワールドという、グループのスキャンザワールドニューゲームという、金沢21世紀美術館のアペルトという、まあ、若手作家さんの展示で行われていた展示です。で高木優さんと中川千恵子さんという若いキュレーターさんが担当されました。これなんで挙げたかというと、私何年か前からその20代からアラサーぐらいの作家さんがなぜこう皆さんデフォルトのように幽霊幽霊って言うんだろうってずっと不思議に思ってたんですね。でそのこうルーツは何なのかとか、あるいは個々の方でやっぱり使ってる意味が違うし、その幽霊というアイデアにたどり着いた経緯も違うので、それなのになんでみんな共通するワードが幽霊になってるんだろうっていうのを少し考えたいと思ってたんですね。
まあ、そんなこともあって大岩さんの、こう展覧会表というのを引き受けてみたんですが、あの幽霊ということについての整理はまだなんですけれども、なるほどって自分で書いててちょっとこう腑に落ちたのが、あのこちらの大岩さんの作品「渦中の P」というのでいうと、これ会場に行くとこう紙が貼ってあって P で始まる単語のお話が進んでいって、でこの会場を見てこう外に出ると街中に P がついたものがいっぱい見える、つまり P の世界の中にこう見る人が取り込まれてしまうゲームのようなものが進行するんですけど、これはもしかしたらその大岩さんってやっぱりコロナ禍の非常にこう日本のアート界が外に出ていけなくなったというか、まあ世界一般に人の流通や文化の流通が難しくなった時代に、こう非常に閉鎖的な世界というのを一回作ってみせて、でも大岩さんっていう人がそれを作ってるんだよっていう姿をちらちら見せておいて、で大岩さんっていうゲームのルールを作った人を打ち倒してこのゲームの外に出てごらんっていう挑発をしてるんではないかというふうに思ったんですね、うん、でそれを思いつくにはですね、あの2000年代初頭の、ラノベ、ライトノベルの、まあ、発想というのがあるというのが私の結論ではあったんですが、まあ、ご本人がそれでいいかどうかは別としてですね、あのなんかこうこの世代が何か閉鎖世界のようなものからこうリアルな世界に出ていくっていう方向をみんなで協力して示そうとしているのではないかという感触を持ったわけです。でこのスキャンザワールドさんっていうのも、アプリ上のゲーム、スキャンを使ったゲームみたいなものを提案してるんですけど、そのアプリ画面というのがこのようにあの石のようなモニュメントの実物として会場に展示されていて、で実際にアプリ上でゲームをするわけじゃなく、スキャンを持って外に出て行っていろんなところをスキャンしてみんなでコラージュをするというようなワークショップをするところにミソがあるわけで、もともとやっぱり思春期に閉鎖世界みたいなものに、例えばオタク的な世界に閉じこもっていた世代が、まあ、アラサーになって、その閉鎖世界がコロナ世界に、まあ、ぴったりかぶさって、しかしそこから自分たちで出ていって次の世界を作るぞみたいなことをどうもシンクロしながらこう訴えているんではないかという気がして、あの幽霊に始まるこの動向というのは少しご本人たちにも丁寧にお話を伺いながら考えていければいいなと思っているところです。はい、もうすぐ終わります。あと1ページです。はい、次お願いします。その他国内海外の事象もろもろで心に残ったことをざざっとお伝えします。私は美術館人なので、まず博物館法が、72年ぶりに改正になったことが今年の大きな出来事として心に残っています。もともとは200館しか72年前になかった博物館美術館が今5700館余りに増えて、その8割が要件を満たしていないということで博物館法上登録博物館になっていない、ここを改正しようというモチベーションが美術業界にあったはずなんですが、蓋を開けてみると社会教育法に加え文化芸術基本法の精神に基づいて資料のデジタルアーカイブ化、それから文化観光振興などが主要な点として盛り込まれるという改正になりました。これ地道に結構大きな文化観光にメインのポイントを置く博物館法の改正ですので、これから美術館博物館の進む道を結構大きく左右するのではないかと感じています。それから環境保護活動家による絵画作品へのアタックです。これは面白かった論文として増田真也さんということが東京アートビートに今月書かれました。ゴッホにモネ、なぜ環境団体は絵画を標的にするのか、ウクライナ侵攻後の欧州情勢や思想的背景から探るという論文を挙げたいと思います。これ皆さんご存知のようにゴッホとかフェルメールのようにスープをかけたり手を接着剤で貼ったりするムーブメントなんですけれども、先ほど始まる前にアンドリューさんから美術館の館長としてやられたくないっていう気持ちがあれば教えてくださいって言われたんですけど、それはやっぱりそう簡単なものではないです。なぜかというとこの環境活動家たちのインタビューを読むと、彼らは実は結構美術に愛着を持っている、
まず活動の舞台に美術館を選んだ時点で相当マニアックだと思います。かつゴッホについては非常に貧しいまま亡くなったので、今生きていたら燃料の高騰の中で食料か暖房かを選び、そうして死んでいく人の一人かもしれないという、まあ、シンパシーを表明しています。しかも彼らはガラスが入っている作品にしか絶対危害を加えないんですね。でこういうふうにこう美術を二重三重に知った上でここを活動の舞台に選んでいるということを、やっぱり館長という立場を置いても 100% 否定する気にはちょっとなれないので、もう少し丁寧に考えたいというのが今の気持ちです。それから鳥取県立美術館の作品購入問題というのは、アンディ・ウォーホルのリブロの、じゃあリブじゃない、ブリロの箱という作品を、まあ、5.3 億円で購入したところ、非常な問題になり、先日、知事がですね、開館後の観覧者投票で今後引き続き所蔵していくかどうかを決めたいというふうに表明をしたという問題です。これもいろいろ面白い問題をはらんでいると思います。バブルの頃には一点豪華主義でオラの村にもセザンヌが来たみたいなことで、まあ、喜ばれていたかもしれないことが、やっぱり経済状況が悪化する中で3億円という巨額のお金をアートに使うべきかどうか、あるいはアンディ・ウォーホルというビッグネームですらポップアートというものは受け入れが難しいのではないかとか、やっぱりこう、あとはですね、そうそう、アンディ・ウォーホルっていうやっぱり欧米の美術史の中から出てきた人の作品を買うことで日本の美術館がなぜ賑わうという仕組みになっているのか、その辺のところを考えさせてくれる面白い問題なのではないかというふうに感じています。長くなってすいません。終わりました。以上です。クレアさん、ありがとうございます。非常に興味深いプレゼンテーションでした。それで切り取りさんに移る前に一つ、コメント、挟みたいです。私もベルンビエナーレ見に行って、行く前に周りからその例えば、ドイツ現地で、ばったり会った、仕事仲間、からベルリンビエナーレは非常に暗い展覧会とかヘビーな話ばっかりだとか言われてばっかり、してたので、なんか実際に見に行ったらびっくりして、ルブルの作品は当然ちょっと問題な作品だったけど、実際にいろんなバイタリティを、感じさせられた展覧会で、考えさせられるような、作品がたくさんあったんですけど、そのスタジー、の会場見に行った時には、なんか全然それまでに、ベルリンは何回も行ったことあるんだけど、それまでに見たベルリンの風景、見ていないベルリンの風景、見ることができたのでびっくりしたし、ベトナム人のコミュニティが実際にベルリンにあるっていうことは、気づかされたのが非常に、なんかもうアートと時に関係ないんだけど一つの習慣だったので、実際にすごくいい例だと思います。そう、ベトナムの作家さんの作品がとても多くて、それで初めて私たちはベルリンにベトナム人の大きなコミュニティがあるんだということを知るんですよね。そうです、はい。でドキュメンターやそのジャック・ルベルの、作品のことは後でもうちょっと掘り下げたいと思うんですけど、とりあえず、キリトリさんの、プレゼンテーションに移ります。でキリトリさんはテーマを2つ、大きく、挙げる、プレゼンテーションを用意してくださったので、まず1つ目のテーマを見てからクレアさんと私からのコメントを挟んで、2つ目の方に移ります。ではよろしくお願いします。キリトリメデルと申します。まずは、私の会長の都合によりまして録画で、登壇させていただきます。では、画面を共有させていただきます。2022年の美術に、応答するということで、スライドを作らせていただきました。
私自身の自己紹介なんですけれども、美術批評をさせていただいておりまして、特にデジタル写真論、デジタル写真自体の仕組みというよりも、それがどのように使われているかというような文化的な、営みを、中心に、考え、まあ、それも、その視点から美術批評を行うということをしてきました。新卒までは鹿児島で過ごしていて、で、その後、まあ、進学資金がたまったりとかして、京都の大学院に進学をします。京都市立芸術大学ですね。その後、まあ、研究補佐員ですとか、学芸員とかをしていたんですけれども、個人になりまして、2017年からは、パンのパンという美術批評誌を作っております。で、最近はアートスケープというウェブサイトでレビューを、毎月書いております。というわけでなんですが、私自身は今年1年間、国外に出ることなく、過ごしておりましたので、過ごして、まあ、割と、なんですかね、大規模芸術祭とかをつぶさに見たというよりは、まあ、一箇所一箇所、まあ、見れるところに行ける分だけ行ったという、そんなにたくさんの展覧会もありてるわけでもないのですが、その中で思ったことや、考えたことというのを今日お話しさせていただければと思います。はい、一旦これで、自己紹介は終わらせていただきます。はい、じゃあ、共同体という、キーワードを考えながら展覧会を見る、作品を見る機会が非常に多かったということで、これを、まあ、テーマに、話してみて、皆さんといろいろ考えるきっかけになればと思っております。今年振り返って、まあ、非常に話題に、ホットトピックとなった展覧会としては、惑星ザムザがあったと思います。こちらは、布施琳太郎さんによるキュレーションということで、非常に多くの作家が出展されていました。で、この展覧会のポイントとして、テキスト以前の物質を出発点とするっていうのが、触れ込みだったと思うんですけれども、布施さんがいろんなところで、その応答文というものを、なんていうかね、いろんなところでの反応を踏まえて応答文というのを書かれてみて、で、まあ、その中でこの時代というものをどう捉えるかっていったときに、その集合への、まあ、欲望というものを考えるべきではないかという話をされていた。で、まあ、その時にそのテキスト以前の物質を出発点としようということっていうのはどういう意味になりうるかっていう話があると思うんですが、まあ、そこで、まあ、言葉にすることによって、その立場が、明確になり、人との差がはっきりしてしまうがゆえに、そこから話を進めてしまうとどうなってしまうのだろうかという、そういった問いも私は感じていて、で、つまりその作品を明文化することによって、ではなく作品そのものに、を通して、共同体を立ち上げると。なので、その立場ではなく、ものに立ち返り、共同体を立ち上げたいということだったのかなと思いました。で、まあ、それを見事達成したがゆえに、とても、なんですかね、4000人以上を、記録する来場者数を迎え、まあ、いろんな人がそれぞれの、どの作品が面白かったとか、そういう話をするという風景も非常に多く見たので、それは達成できたのではないかなと思いました。ですね。まあ、この作品ですとか、まあ、鑑賞者というものを、開示させる。鑑賞者というものがどういうふうに振る舞うかを鑑賞者に見せさせるという作品が非常に多かったというのもあって、まあ、特徴的だったなと思います。で、共同体ということを考えるときに、その有楽町アートアーバニズム、ヤウという、プログラムについても、ぜひ、言及させていただきたいと思います。町がアートとともにイノベーティブな原動力を生み出す。4ヶ月にわたる実証パイロットプログラムヤウということだったんですけれども、こちらは、有楽町にある、ビルを、借り、
借用し、まあ、そこにですね、常時どれぐらいの方がいたのかわからないんですけど、私も1回しかお伺いしたことはないんですけれども、さまざまな分野の人が建築の方ですとか演劇の方ですとか写真の方ですとか、まあ、立体造形を作られる方ですとかいろんな場所にいて、それぞれでそれぞれ の時間の中で、制作しているわけなんですけど、制作であったり稽古をしているわけなんですけれども、まあ、場所によって それぞれのもう出会いというものは作られている場だったなと思います。で、そしてこの奥山芸術交流ですね。で、これも僕らは同じ空の下夢を見ているのだろうかというふうに題して、まあ、なんていうんですかね、この場合だと物理的にこの場の空の下にいる人たちというものを明確に明示していると思うんですけれども、まあ、この、まあ、岡山芸術交流という展覧会が、まあ、過去2回あって、まあ、その中でも難解なプログラムに対して、その地域に対する、エデュケーショナルな、プログラムがもっと必要なのではないかというような意見が出ていたことを踏まえると、非常にその後、その地域とどうやっていくべきかという、岡山との芸術の交流というふうに考えることができるかなと思うんですけれども、こちらでですね、岡山芸術ごっこ人というのも出ているんですけれども、この岡山芸術交流の、まあ、総合プロデューサーの方がですね、まあ、いらっしゃるわけなんですけれども、その方が、まあ、石川さんという方なん、石川さんですね、ここに書いてありますね。で、あるんですが、基本的に、まあ、ここで問題になっているのは、まあ、企業でですね、この方が、ここに書いてあるんですけれども、まあ、セクハラ報道を受けていて、で、まあ、そのことに関しては、否認されているし、否認されているわけなんですけれども、ですね、こちらちょっと、ここ今タブが、割にこのタブを、まあ、こういうふうにですね、社内の中で、広報の方とかが、なんですかね、ここにあるんですけれども、まあ、そのような、まあ、報道を受けて、ここですね、スタッフたちに、まあ、声を上げて、どうせ言っても無駄だなんて思わないでというふうに伝えたいと思って、漫画を制作されていたりとかするんですけども、このことに関しては、この漫画はフィクションですということは、割と繰り返し強調して書かれてはいるんですけれども、何かあったときに声を上げてほしいということを、まあ、広報の、企業側が、漫画で、まあ、広く、企業内部だけじゃなくて外部にも向けて発信しているということもあり、まあ、否認されている状態でもあるんですが、それが社内においても、社会的においても、まあ、否認だけで、否認したからじゃ、問題ではないではなく、その状況自体が後を引いている状況という中で、ちょっと戻るんですけれども、まあ、今回、じゃあですね、岡山芸術交流が、で、引き続き、まあ、総合プロデューサーとして、着任している、状態というものに、関して、まあ、言及がないという状態の時に、僕らといった時の、僕らはどこまでなのかといったことが、非常に考えさせられる状況があるわけです。検閲問題というのがありました。ここはですね、この連続レクチャーが、動き出す背景について、小田原のどかさんと、が、発言されていたウェブからの抜粋なんですけれども、まあ、小田原さん自身が愛知トリエンナーレ2019の招致作家として直面したその歴史認識の後退が、この飯山由紀さんの、展示の中止だけでなく、様々な局面で進行していると感じると。
で、まあ、そのような事態に対して歴史も振り返るということですよね。そういったことを共通認識として、どこを持つべきかということの、まあ、教科書を作ろうというふうに、話をされていて、でその時の、まあ、連続レクチャーとしてその時の内容が、まあ応募する応募というか委託とかで登録して、すると、まあ、他の人たちもレクチャーを見ることができるというふうになっているわけですね。で、私としては、まあ、これもまた一つのその共同体の作り方だなというふうに思っています。その出版をする以前のところから段階的その内容を開示していって、で、問題共有を、問題共有ですとか、何を、出発点として考えているかということを開示していく、丁寧に開示していくということで、非常に同時代性を感じています。もう一つですね、講座としては、遠藤舞さんによるシャドウフェミニズムズの芸術実践というものもあります。こちら美学校のオープン講座になっているんですけれども、まあ、ここですね、まあ、フェミニズムの中でも、ここですね、ハルバースタムが指摘するようなネガティブでパッシブなシャドウフェミニズムというものについて、考える場所がないのではないかということで、まあ、そこを作っていきましょうということでですね、開催しているわけですね。まあ、この講座のポイントとしては、まあ、レクチャーの部分もあるんですけれども、その後に、ですね、まあ、時間が、設けられていまして、レクチャーがあった後に時間が設けられていて、でその後にですね、受講者同士が話したりですとか、それぞれで、まあ、また制作を行ったりですとか、そういったことをですね、する場所も同時に作っているというふうになっています。まあ、なので、その共同体の作り方といったことをですね、すごくたくさん、それぞれのやり方でたくさん取り組まれているのが、その、キートリさんのプレゼンテーションは非常に、いろんな、まあ、共同体というテーマを通して、非常に、興味深い、出来事を取り上げていて、その中に、まあ、その、トークシリーズこの国、近代日本の芸術、日本美術を脱帝国主義化するといったものなど、また、まあ、岡山アートサミットの問題、でもシャドウフェミニズムでも、まあ、若干ドキュメンタ15と、ベルリンビエナーレの共通点があれば、それは、まあ、その脱帝国主義あるいは脱植民主義の問題やミーツー運動など、従来のパワー構造を考え直そうとする動き、があって、でその中に美術館のガバナンスあるいは大規模 の, まあ、アートフェスティバル芸術祭のガバナンスの問題、もあると思うんですけど、クレアさんはそのキートリさんのプレゼンテーションを見て、どういうお考えが、あったでしょうか。ちょっと油断してました。一つは、惑星ザムザについておっしゃってたその言葉以前のものから共同体を立ち上げるというところなんですけど、それは多分私が大岩さんやスキャンザワールドについて言ったその手触りとかリアリティっていうものを求めていくっていう動きと多分ちょっと似たところがあるのではないかなと思って伺いました。でもちろんリアルな世界にって言ってもこれだけ我々の生活がもう何て言うかバーチャルなものとリアルなものの混ぜ合わせになっているので一歩外に出ればリアルワールドが広がっているよっていう言葉はもう嘘くさくしか聞こえないんですけれども、東博樹さんという方が「ゆるいつながり」という新書本を確か書いていて、その中でそのロシアに行った話というのをしていて、
ロシアに行くと。で、現実を見ると、現実はすごいんだけど、そこに行って彼は何をしようって呼びかけてるかっていうと、スマホで検索しようって言ってるんですね。つまり現地を見て人と触れようじゃなくって、スマホで検索するための言葉がロシアみたいに知らない国に行くといっぱい増えるから、それで検索して世界を豊かにしようって言っていて、私はそれはとてもとてもリアリティがあると思ってるんです。単にバーチャルとリアルが対立しているんではなくって、両方が混ぜ合わされている中で新しいリアリティというのを探すっていうことをちょっと考えたりしました。それからね、ヤウについては多分最後にここの主催の方がお話ししてくださるので、それに譲った方がいいかなって思いました。岡山芸術交流については私も見に行きました。キリトルさんのおっしゃる通り、最初かなりこうハイコンテクストな展示が行われていて、解説文がまあすんごいちっちゃい字ですんごい難しいことが長く書いてあって、コンテクストが全くこうわからないまま、この文章も物理的にもう老眼で読めなかったりする中で、これをこう受け取れというのはなかなか難しいなと思っていたところを、今回はリクリット・ティラバーニャさんがやっぱり地元の記憶みたいなところにフォーカスしたり、学校空間というところにフォーカスしたりして、いろんな人が自分の記憶をそこに重ねられるという展示をされていたかと思います。なので私は、まあ、町に足元に戻るっていう話をしましたけれども、岡山っていう町がこんなにいいとこなんだなっていうところも含めて、実は展示としてはとても楽しみました。で、それとその構造的にまあ、セクシャルハラスメントをしたかもしれないとされている方が深く関与しているということをどう考えればいいのかということは、正直私にもよく整理されていません。また地元の方の講義にはのうちには、分かりづらいとか岡山と関係ないということと別に、ある会場が毎年地元のアーティストの方の展示会場になっていたものを、その期間をこの岡山芸術交流の方に持っていかれてしまったという、そういう自分たちの創作活動がないがしろにされているというような論点も含まれているというふうに聞いています。まあ、さまざまな方向からこうした問題を考えていくことが必要かなと思いました。はい、以上です。ありがとうございます。じゃあ次行きましょうか。はい、されているのが今年の展覧会でだけじゃなくて、さまざまなイベントを通しても感じる機会が多かったなというのが、まず一つ、ご報告させていただく内容になります。はい、一旦これで。はい、では文集の芸術と題して、今年見た展覧会ですとかいろんなことについて、振り返ってみたいと思います。すいません。はい、まず今年もですね、NFT 関連の展覧会というものは非常に多かったと思うんですけれども、そのうちデジタル骨董展、これからの価値と所有を考えるを、取り上げたいと思います。これを取り上げた理由というのは、非常にですね、作品自体以上に、その、所有者側に関する視線、所有そのものについて検討するという、ところに特徴があったからというふうに思っているんですけれども、そもそもですね、NFT について、ライアン・フライという、人がですね、NFT とは所有が目的なのではなくて、所有をすることによって得られるコミュニティへの影響力の増大というものが重要視されると。それが NFT ないし、NFT アートであると。で、そういったときに、なので作品のその、
公開自体がフリーでも全然構わないというのが NFT だというふうに、論じているものがあって、まあ、それに対してですね、この、藤畑正樹さんによる、この展示のものもなんですけれども、このブレイブニューコモンズというのは何かと言いますと、まあ、購入希望者が多ければ多いほど安くなるわけですね。で、安くなるというシステムなので、よりその作品であったり、イメージであったりとか、データっていうものが、より、広く流通することっていうものを促すタイプのものになるわけです。で、まあ、これ、藤畑さんの作品は、ブライアン・フライが言うところの NFT のその力学。とは、を、まあ、突き崩す作用があるわけですね。それは、まあ、影響力を、高めることが所有の目的だとしたときに、その作品というものの、評価の高さっていったものが、購入人数の、方によって、示唆されることにより、その1点だけを購入している、つまり影響力が強い状態という、その人が所有しているということの、大きさ、その意味の大きさというものが、まあ、藤畑正樹のブレイブニューコモンズを通してしまうと、逆転してしまうというようなことが、起きたりするわけです。まあ、このことが、まあ、展示されていたりするというものが、まあ、あったと。で、まあ、藤畑正樹による、まあ、そのようにですね、所有自体の概念をまあ検討するという中で、藤畑正樹のブレイブニューコモンズというのはまあとても面白いのではないかなと思います。でですね、ここですね、筒さんによる、筒による、全体の奉仕者という、プログラムがありました。で、これはですね、森友問題をきっかけに公文書の改ざんを強いられ自殺した赤木俊夫さんを筒が演じるというものになります。で、まあ、奥様、妻である雅子さんへの取材を通し制作したもので、朝の1時間の赤木さんのルーティーンを、演じるわけですね。で、まあ、その時にですね、ここに紙がありまして、1時間毎回筒さんは演じ続けるんですけれども、ここに全部セリフとか全部書いてあるんですね。演じるものを。演じる言葉が全部国名に書いてあって、とがきとかもあって、で、まあ、鑑賞者はこれをまあ持って帰って、見ることができると。で、もちろん、ここに1時間座ってもいいし、2時間座っててもいいし、5分座ってでもいい、5分座って見ててもいいわけですね。で、まあ、このようにですね、ハンドアウトとも資料とも言い難い、作品の持ち帰りというものが、まあ、非常に今年は、意味が発生している、作品内の意味が発生しているものは非常に多かったなと思っています。他にもですね、佐藤綾子さんの日常記憶地図という、展覧会があったんですけれども、これもですね、これもまあ展覧会なんですけれども、その日常記憶地図というものは、方法論なんですね。例えば、思い出したい時期の地図を用意して、それを、地図に当時の家の場所、よく行った場所を、まあ、道だったりとかっていうのをなぞったりするということを、まあ、誰かと行うというふうにして、記憶を共有するという方法なんですけども、方法という作品なんですけれども、その方法もですね、かなり分かりやすく、このようにですね、ハンドアウトにまとめられていて、それも持ち帰ることができると。そういうふうに作品の、作品というもののあり方が、まあ、もちろんそれは指示書というものでもあるのかもしれないんですけれども、会場で見て帰るのではなくて、行って、で、その後帰った後、それが、その展示がどう作用するかということが、まあ、非常に考えられている冊子というものが置かれているなと思いました。であと、まあ、こちらですね、地球が回る音を聞くパンデミック以降のウェルビーイング展ですね。で、こちらで、飯山由紀さんが配布していた、会場自体には映像作品
や、様々なものが置かれていたりもするんですけれども、私としてはこの紙をね、すごく注目したいなと思っていまして、で、ここで、扱われているものは、家庭内での、ドメスティックバイオレンスについての、問題が、記述されているし、映像でも扱われているんですけれども、その時にですね、その現場で映像を見るということもできるわけなんですけれども、そこで持ち帰れるものというものが、その家に帰った時にふと思い出して、作品で言われてたことが何だったのかっていうことが本当に必要になるという、そういった時に、役立つものとして、作られているというのを非常に感じました。そういうふうにですね、その作品がその、飯山由紀さんの展示の隣には、ゾイ・レナードの I want a president という、どんな、大統領がいいかっていう詩が展示されているんですけれども、ゾイ・レナードの場合は、その言葉によって自分が置かれている状況というものがすごく考えさせられるようになるわけなんですけれども、でもじゃあどうしたらいいんだろうって言ったときに、飯山由紀さんの作品の、一部であるハンドアウトを見ると、大統領がどうしたいかということではなく、ないんですけれども、自分が置かれている立場であるとか、そういったものをどう変えたらいいんだろうって、実際的にどう動き出すべきか、またはそういったものを考えるときに、どういった紙に情報を集約して、渡すことができるかっていうようなことの、その、なんていうんですかね、時代の、時代がもちろんその30年近く違うものなので、そういったふうに作品のあり方が変わったかなというふうに、思いました。あと最後ですね、その、文遊ということで、この今、いくつかの例をご紹介しているんですけれども、最後に今、国際芸術祭愛知2022で、ラビアムルケの表彰なんか怖くないというパフォーマンスがあったんですけれども、それがですね、非常にその、ボディアートの歴史を参照しながら進む、ものになるので、非常にその事前的な知識が、あった方がより作品を詳しく、見ることができるというものになっていて、で、なので、ただ見に行ってもいいんですけれども、その前に、そういった情報、知識を、共有しておけると、より、主体的に作品を見ることができると。で、そういった、その時に、こちらはですね、パフォーマンスアート誌なんか怖くないというふうに、レクチャー動画を事前に公開し、作成して公開を、していて、ラーニングスタッフの、プログラムとして、作成されていて、それが公開されていたというわけですね。なので、共同体を立ち上げるですとか、作品を分遊するですとか、そういったことを考える上で、作品とどう向き合うことを、するべきかっていった、その具体的な手立てといったものを、いろいろ今年は、それを考えながら、作られているのではないかなと思っている機会も多かったですし、そういった視点で、今回は振り返らせていただきました。はい。ありがとうございました。いや、本当に、体調不良のままで、こんなに密なプレゼンテーションを作ってくださった、桐取さんに感謝。があります。そして桐取さんは DMP のアートスケープっていうウェブサイトで月3本から7本ぐらい伝票を、継続的に掲載しているので今日紹介していただいた内容はそのごくわずか、だけで非常に新鮮な目線からいろいろ日本で起きている現代美術を見ているし今日 の, いわば所有に対立する分遊っていう枠組みを通して、今年のアートを見る試みは
すごくなるほどだなと思いました。クレアさんはどうでしょうか。共同体っていうことでですとですね、ツツさんの全体の奉仕者っていう赤木俊夫さんっていう亡くなった方を演じるパフォーマンスの話なんですが、残念ながら私は拝見できなかったんですけど、この赤木俊夫さんについてはちょっと独特の思い入れがありまして、それはなぜかっていうと、マスコミにすごくよく出てくる赤木俊夫さんの写真がどこで撮られてるかってことなんですけど、あれ東京国立博物館で行われた小林トドンっていう書家の天国の奇跡展っていうのの会場の前で、会場の前というかの看板の脇で撮られてるんですよ。だからこの方はミュージアムユーザーで書道が非常にお好きな方だったんですよね。もうそれだけで彼は我々の仲間だった。そういう共同体のあり方があって、その一人があのような亡くなり方をしたっていうことはちょっとずっと心に引っかかってきました。なのでこういうパフォーマンスがあって、それを私が見逃したのは残念だなというふうに思っています。でもう一つですね、脱帝国主義的な話というのがこの前のプレゼンテーションで出てきましたけれども、やっぱそうした動きもうここのところ非常に盛んだなというふうに思ってます。で私は長らく東京国立近代美術館というところで最後の十数年はコレクション展を作り直す仕事をしてたんですね。でご存知のように東京国立近代美術館には2、3、4階と3000平米に及ぶ250点ぐらいを展示している、巨大なモマットコレクションという展示があって、これは私が就職してから十数年の間その日本の美術の歴史を見せてたんですね。1907年の文献解説に始まって現代美術まで。でそれを2012年の60周年の時に変えようということで、ある種の、美術史、日本近代美術史のストーリーを、示すという展示に変えようと思ったわけです。でそれは国立として唯一のストーリーを示すということでは全くなくって、このような歴史があり得たっていう仮説を示す場として、そこを叩き台にしていろんな議論が始まればという、そういう作りにしたわけです。なので美術の歴史を語ることをやめて、世界史の中で美術がどういうふうに作られてきたかという作りに変えて、具体的には関東大震災が1923年にあって、それから1937年の日中戦争から45年までの第二次世界大戦があって、で2011年に 3.11 が起こる。でこの2つの大震災に挟まれた間を日本の歴史がこうぐるぐる閉鎖的に循環しているという、そういうストーリーを語るという形に作り直したわけです。でこうしたもう一つの歴史の示し方というのは、要はもう一つの共同体があり得たかもしれない可能性を示すことにもつながっていると思って、私は残念ながら見ていないんですけど、ちょっと前のこの前の打ち合わせの、場で話が出ました。沖縄の県立博物館美術館でやっている沖縄クオリアという沖縄の復帰ハテナを扱う展示のことは、ぜひご覧になった方からこの後の質疑で教えていただきたいですし、あるいはちょっと私が面白かった展示というのに書ければよかったんですけれども、町田 の私立 国際版画美術館で町村由香さんという若いキュレーターさんがされた彫刻刀が刻む戦後、彫刻刀が刻む戦後日本2つの民衆版画運動という展覧会がとても素晴らしくてですね、版画というメディウムに注目して、歴史をたどり直してみると、老人を中心に民衆版画運動が日中で行われた経緯や、栃木県の、小山という町で版画運動がかなり盛んに展開されたことや、そこから始まって小中学生の版画コンクールというものが、未だに盛んに行われていることというか、私実は中学生の時に大賞をもらったんですよ、はい、というような全く違う歴史が版画というメディウムによって導き出されてくる、めくるめく体験をいたしました。でこうしたいくつもの語りがやはり日本近代においてなされていくということが非常に重要だよということをこの講義も教えてくれていたのではないかというふうに思っています。以上です。
そうですね、先ほどクレアさんが東京国立金美のコレクション展の話を挙げたら、そこにある、まあ、戦争記録がのこともまさに文友の作品と言っていいと思います。そして今年 の, 東京 TCAA って東京現代美術賞っていう表記ですかね、の、受賞、記念展が、東京、都立美術館で行われていて、そしてそうです、現代美術館、そして、藤井光さんがその戦争記録が、を、テーマとして大型作品を作っているんですけど、クレアさんはその作品を鑑賞できましたでしょうか。はい、藤井光さんの作品拝見しました。はい、あのような形で展示されているのすごく面白いと思います。先ほどお話ししたモマットコレクションでやったことの大きなことの一つは何かというと、私が就職した頃には、まあ、非常に慎重な扱いを上司から求められていた戦争記録画の作品を、もう2012年の、改装を契機に一部屋二部屋は必ず戦争記録画の展示にあって、特会引っ会常時6、7点は見られるという体制に変えたことでした。でこれは長年恐れられていたように、こう右翼や左翼が襲ってくるというようなことはなく、いい議論の場になったと思っています。そしてちょうどそれを始めた少し後ぐらいからインバウンドということが言われるようになって、アジアの若いお客さんがたくさん会場を訪れるようになりました。で実は彼ら自身も戦争のこう歴史というものをあまりこう教えられているというか、自覚的に考えているわけではなく、シンガポールに侵攻する日本兵みたいな絵を見て、これは何だろうみたいな顔をしている。でこうした世代が育ってきている今だからこそ見せられる戦争画の見せ方やディスカッションのあり方というものがあるんだなというふうに、まあ、思ってきました。はい、そうですね、そういった、まあ、戦争記録画は一応プロパガンダとして認識されていて、当然日本の帝国主義と深い関係を持つ美術表現、ですけど、適切なコンテキストを作れば見せる展示する価値があると思います。で私は MeToo や、Black Lives Matter など、のサポーターの一人ですけど、そういったいわばキャンセルカルチャーが、暴走する中で、そういったちょっと難しい内容を扱う作品をどうやって展示できるか、展示するべきか、あるいは、まあ、撤去するというか隠蔽するかっていう議論が非常に何ていうか意義あると思うんですね。まあだから必ずしも隠蔽する方向に向かったらいけないと思うんですね。藤井光さんの作品についてコメントをしなかったですけど、アンドリューさんは作品どんな風に見られましたか。ご覧になられた、方どれぐらいいるか分からないんですけど、実際に、まあ、作品をある意味で再現してるんですけど、実際に、絵とかを、見せるのではなくて、後ろにある木枠っていうか枠だけを展示してて、あとは何かついてたんでしたっけ、キャンバスのような、キャンバスというかスクラップ素材、実際の作品と同じ大きさのパネルがバーッと収蔵庫のようなスクリーンにかかっていて、その大きさをした実際の作品のキャプションだけがついているという展示でしたね、確かね、はい、合ってるかなそうですね、だから、で藤井さんは、2016年のモタニアルでは東京、のなんていうかアメリカ空軍によるなんていうか日本語の言葉を思い出す、ファイアバーミング・オブ・東京の件を取り扱う作品も、東京大空襲ですね、東京大空襲、
とテーマにする作品も取り上げていて、その作品にも、ディスプレイを作ったけれども、ディスプレイの中には何も入ってないっていう、作品を作っているので、藤井さんはその、画像あるいはイメージの、アフターライフっていうことを探っていて、その、まあ、まさに幽霊的なテーマかもしれないけれども、まあその見えてもみんな共有しているイメージと、見えなくてもみんなが共有しているイメージとか、あるいは、見ていても、見えない部分のある、イメージなどを探っているので、今回の作品、その戦争記録画の作品も、ある種の一貫性もあるといいます。この展示も2022年の東京都現代美術館ですよね。はい、はい、なんだっけ、忘れちゃった、TCAA ですね、東京コンテンポラリーアートアワード受賞展ですね。はい、はい、そうですね、うん、で、今年の、最も話題を集めた、展覧会の一つは、ベネチア・ビエナーレ、ですけど、プレゼンターは、触れなかったので、ここで私がちょっとだけ、紹介、したいと思います。はい、4月に、開催、まあ、4月に開催して、11月中旬に、終了した、とても長い、展示期間のある、展覧会ですけど、次のスライド、次の、あ、そこですね。ここですか。一つ前です。で、ベネチア・ビエナーレは、今年のベネチア・ビエナーレは、コロナ禍になってから、初めての、ビエナーレだし、4月はまだ水際対策とかいろいろ実施、中のままで、出国するには、ワクチンパスポートとかいろいろ手続きをやらなきゃいけなくて、もう本当に久しぶりの海外旅行、だったし、いろんな不慣れな要求、を対応しながら行ってきたので、すごく変な経験だったと、言えるんですけど、多分みんなそこで集まっ、オープニングの時に集まった人たちは、例えば大型展覧会の見方さえも忘れてしまってる部分もあると思います。もう身体的なマッスルメモリーみたいな、部分もあるので、例えば私はその展覧会のボリュームに圧倒されていて、今年のアーティスティックディレクターに勤めたのはチチリア・アレマーネっていうイタリア出身でアメリカ在住の、キュレーターですけど、その、アレマーネさんが企画したセントラルパビリオンの展覧会は一通り見てもう一度じっくり見ようと思ったんだけど、気づいたらもう翌日出なきゃいけないっていう、状況だったんですけど、ここではイギリス館、の作家ソニア・ボイス、の展示風景、最優秀展示の、賞を取った作品で、イギリスの、まあ、マイノリティの存在を、音楽を通して、探る作品でした。あとは次のスライドお願いします。フランス館の、ゼネブ・セディラさんの、展示風景です。パビリオンに入ったところにちょっと舞台装置のような、インスタレーションがあって、そして定期的に役者が出てきて踊ったりするような、非常になんか目を引くような展示でしたが、その舞台装置を、見せる一方、シネマ
映画へのラブレターみたいな展示でもあった。そして、脱国民主義とかアルジェリアの、独立運動とかそういった、テーマを取り上げている作品で、これも、賞を取ったものです。次のスライド行ってください。アレマネさんの展覧会は、まず参加作家の 90% は女性かノンバイナリーの作家、つまり、10% だけは男性作家だったっていうのは非常に、話題を起こしたことで、今見てるのはその、20世紀初期の、女性による主には前衛、美術の作品が集まっている展示で、その展示技術が非常に優れている、ディスプレイでした。次のスライドください。あとは例えば私の中で、非常に、新鮮な、作品、だったの一つとしては、ニューヨーク在住の、黒人、のクエアアーティストであるトーマリンさんの、映像作品、サンチャンネルのインスタレーションで、タイムトラブルみたいな話、を通してそのアメリカにおける、人種差別主義的な社会構造、およびセクシュアルマイノリティに対しての、先入観などをテーマとして挙げている作品、もう一つのスライド、これもアレマネさんの、展示風景で、魚の名前は、忘れてしまっているんですけど、この彫刻の中にセックストイが入っていて、よく聞くとブーっていう音が、するもので、まあ、こういう男性がしゃがんで耳を澄ます姿は非常に象徴的だった、と思って、写真撮ってるんです。それだけ、それで終了だと思います。はい、あ、そうですね、すみません、もう一つ紹介したい展覧会はフランクフルトの MMK という美術館で行われたマルセル・デュシャン展です。スザン・フェッファーというキュレーターが企画した、展覧会ですけど、もうデュシャンの仕事をまとめるような、まとめる上に、再解釈するような、展示で、もう本当に大規模な、展覧会で、見終わったらデュシャンに対しての認識が全く、変わりました、ものです。ここはその美術館の入り口、の玄関の、ところの展示で、有名なレディメイド作品が、吊るされている、展示の風景です。それで、フェファーさんがそのレディメイドのエディションを、いくつか、まあ、デュシャンは、ご存知か分からないけどですけど、デュシャンは、レディメイドのエディションを、何年ごとに作っているので、フェッファーがそれぞれのエディションを詰めて、各部屋に、配っていくような、展示をしたので、その何ていうかオリジナルとかユニークな作品っていう、考え方を挑戦するような展示ができたのです。そこでデュシャンがいかにも画期的な作家だったか、ちょっと理解、できるようになりました。次のスライド、これは例えばその当時の、泉っていう名作は展覧会会場に持って行かれたんだけど、ほとんどの人は実際その場で見たことがなく、その後メディアを通してその存在が明らかになったので、その当時の同人誌、などを展示したり、次のスライド、あとはこのなんていうかデュシャンの
映像作品の展示もあって、あ、次のスライド、これはあのそのレディメイドの別の展示の展示風景で、次のスライドお願いします。あとはあの日本語タイトルを覚え出せないんですけど、あのボタンバリーズっていうあの箱の中の美術館みたいな、作品があるんですけど、これもあの数年ごと新しいエディションを作ったもので、あのフェファーさんがそのエディションを全部集めて同じ部屋に展示している、ディスプレイなので、あの結構興味深い、展示で、私の中では今年のあのナンバーワンまで行くか分かんないけれども、はい、結構良かった展覧会ですね。どうですか、クレアさんは他に、あの、あ、そうか、そろそろ、ね、ディスカッションに移りたいんですけど、はい、じゃあ最後に1個だけコメントします。あのベネチアビエンナーレせっかく行ったのに一言も触れてなくて、というのはあのプンタデラドガーナというところでやっていたブルースナウマン展が素晴らしすぎて、もう一生ここに住んで帰りたくないって最後の日泣いたぐらい素晴らしくて、あの若い時の作品をリメイクしているのに今の方が素晴らしいっていうすごいマジックを見せてもらいました。で、あとベネチアビエンナーレについてはやっぱりあのポーランド館の、これ読めないんですけど、マルゴルザタ・ミルガ・タッサンっていうロマの方のパッチワークの圧倒的な展示がありまして、これドキュメンタにも出てた方なんですけれども、これもまたもう一つの歴史っていう話につながっていくのかなというふうに思って見ていましたが、あのそうですね、最後にやはりあの、まあ、今日かなり政治的な話題を一生懸命拾いながら話してきたところがあります。でそれはもう昨今と美術にとって書くべからざることですし、私も 3.11 を契機にずっとそれをやってきたような、まあ、感じを自分で持っていますが、その一方でこうしたことだけが語られることへの違和感というのも実は持っていますし、こうしたものを語るときに自分がそのヒロイズムに陥っていないかということをとても考えるんですね。というのも、何年前でしたかね、あの高野龍大さんが愛知県立美術館で写真の展覧会にあのグループ展に出品された時に、まあ、男性器が写っているヌードが良くないということで警察の、まあ、物言いが入って、結局腰から下にこう半透明の紙をかけて見えるか見えないかぐらいに改変をして展示されたという話があって、あの時も私はあの紙がかけられる前の作品を見てそれで批評を書こうとしていたのですが、警察が入ってからやっぱり作品の評価が そちらの事件一辺倒になってしまい、でそのことについて声高に語る声ばかりが大きくなって、高野さんの作品がどうあったのかということ自体が忘れられていったことがどうしても忘れられないのです。でもちろんあの勢いよく何かを打倒するんだっていうことは簡単だし、その方が自分的にはかっこいいと思うのですが、現実にはそうではないレイヤーというのが複雑に絡まり合っていて、それを一つ一つ解きほどいていくと自分が簡単に正義の側に立つことはできないし、もし立つつもりだったら代案を示すっていう勇気が必要なんだなというふうに思っています。なので今日お話に出たようなさまざまな動き、私は 100% 支持はしますけれども、自分の立ち位置として、今言ったような立場からこう細かなものの見方というものを少し気をつけていきたいというふうに思っています。はい、そこであのドキュメンタテーマ、その反ユダヤ主義の表現の問題、がすごくあのメディアにおいてたくさん取り上げられてるんですけど、あの展覧会自体はどう評価するかについて一言お願いできますか。そうですね、あのでも展覧会は、ね、実はとても楽しかったのです。あの日本で報道だけ聞いてるとおどろおどろしい感じがするかもしれませんが、
もうあっちこっちにアーティストたちが寝そべったりお酒飲んだりしてウェーってなっているわけです。で当然コロナも流行りますよ、あんなことしてれば。ただ、そうしたものがそのガチガチに作り上げた展覧会やその白人の人がメインで珍しいものとしてそうではない国の人たちが出てくるっていう関係がこう完全に逆転して、インドネシア人ばっかりがうようよしているというあの場で何かとても解放されたような気分になったのは確かです。ですからそうした現地の、実感とああした事件が起こったことを両方やっぱり見据えていく必要があると思っています。はい、スライドちょっと次のスライド、もうちょっと、そこあすみません、はい、これが次の、これが例えば一つのドキュメンターの一つの会場でチーズについての作品ですけど、そのチーズを作った人たちが美術館の中に展示があるし、外側の庭にパビリオンみたいなものを作ってそこでチーズとか飲み物を売ったりしてる。次のスライド、これが、オープニングプレスカンファレンスとかの様子。次のスライド、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 次のスライド。これもなんかそのパブリッシング出版のなんていうか技術っていうかマシンを用意して参加作家が自由に使えるとか、そういういろんな試みがあって非常に新鮮な展覧会でした。どうぞ、鑑賞。そうですね、たくさん私たちより知識のありそうな方もいらしているので、もう会場に開いてしまった方がいいと思います。はい、YouTube のコメントも一言言ってもらっていいですか。質問ある方 ありますか。まだない、はい、コメントはあるけど質問ではないです。あ、わかりました。じゃあ会場でどうぞ。ありがとうございました。これなんか名前とか言ってもいいですか。もしよければ横浜美術館だったら南翔と申します。はい、館長の話を聞いてたんですけども、ちょっとさっき の政治の話だけじゃなく、まあいろいろ展覧会見方あるよねっていうところの話で言えば、今ちょうどルート系コンテンポラリーで飛来南国っていう現代書っていうか前衛書家の始まりのような人なんですけど、の展示っていうのはやっぱり作品として素晴らしかったなと僕は思っていて、なんか前衛とは何かっていうことをなんか作品から考えさせられる展示だったなっていうのはちょっと予期としてはあったりします。で、でちょっと政治の話に戻っちゃうんですけど、そのでまあ、キリトリ・メデルさんが今回共同体と分有っていうテーマを挙げていて、でこのテーマってやっぱり東日本大震災以降、つまり2010年代によく言われたテーマだったというふうに認識しているんですよね。分有、まさにジャン・ルク・ナンシーとかランシエルとかエスポジトとかその辺の議論も使いながらよく言われていたことだし、まあ、それとは別に多分そのシェアスペースとかシェアアトリエとかあるいはコレクティブみたいな単位でやっぱ共同体ってはよく言われてきたことで、それが一回コロナでちょっとこう沈んでもう一回どう復活してくるかみたいなタイミングだというふうに思うんですけども、でも多分その今回キリトリさんが言われていた、ちょっとキリトリメデルさんがいないところで言ってもらったんですけど、キリトリメデルさんが言われていた多分その共同体の質みたいなものと多分2010年代に言われていたことでちょっと違ってきてるんだろうなっていう、まあ、だからこそあえて共同体って言われているような気もするので、まあ、ちょっと皆さんにってことでもあるんですけど、なんか震災後のやっぱり10年間で言われていた共同体コレクティブみたいなところと、その今2022年になって、まあ、コロナを経って今になってそのまあ共同体とかを考えるときの何か、なんか質の違いなんかあるような気もしたりもするので、なんかそのあたりっていうのを聞いてみたいなっていうのが一個あって、でそれちょっと関係するんですけど、これクレアさんの方の話で、まず幽霊からの脱却っていうところ、これもやっぱり震災後にやっぱ出てきた問題系だと思うんですよね。一つはだから震災後に、まあ、死者とどういうふうに我々がコミュニケート可能なのかみたいなところはやっぱり多くの人が考えたこととして一個ある。でもう一個は多分美術学的にそのイメージ学というかユベルマンとか言っているようなイメージ学の文脈と、多分日本の国内的な震災の文脈っていうのがあって、多分幽霊ってメタファーを、まあ、よくも悪くもいろいろ使ったっていうことがあって、でそこからこう脱却してきて、まあ、大岩さんの例とかも脱却して脱却はてなというか出てきたなっていう気がするんですけど、ふと思ってみると、まあ、大岩さんの
作品のことを、まあ、ライトゼロ年代ライトノベル的な謎解きメタフィクション的なものっていうふうに、まあ、もしざっくり言ったとすると、まあ、今日惑星ザムザっていうのも出てきましたけど、例えばちょっと話しすぎてますよね、すみませんね、布施凛太郎さんという方がいるじゃないですか、まあ、まさに2人同世代でこう出てきた作家だと思うんですけど、布施さんとか僕からすると基本的にはコアにあるのはやっぱり世界系的な想像力だと思うんですね。なるべく彼はその世界系って言葉を使わずにどうにか現代美術としてやろうとしてると思うんですよね。そういうふうに思うと、そのまさにゼロ年代ラノベ的なものの現代美術化っていうのと世界系っていう、すいませんね、なんか世界系的な、この後反論していただければと思うんですけど、で世界系的なもののなんか現代美術化って、しかもそれが2人ともコロナっていう時代の何か時代性にこうちょうどバチンってあったっていう2人とも、だからなんか単にゼロ年代的なものの現代美術化だけじゃなくて、それがコロナっていう同時代性のなんかすごい帯びたっていうところが、なんか今回22年だって分かったような熱気を帯びてるって感じがしたりもしたので、なんかその辺ともなんかさっきの共同体の話とその幽霊の話っていうのはなんか2つ2010年代と今の22年みたいな比べた時に何か言えることがあるような気もしたので、ちょっと投げかけというか、じゃあ私が喋った後大岩さんが本人がいるので、もう本人に聞いた方が早いかと思います。私にとってやっぱ 3.11 というのは大きな大きな転機でした。現代美術やってはいたけれども何のためにっていうのがよくわからないところに、やっぱり関東大震災以後同じ事象が繰り返しているっていう歴史観の上に立って現代を読んでいくっていう作業を自分はすべきなんだということを自覚したきっかけになりました。でおっしゃる通り 3.11 の直後にやっぱり死者と付き合うとか、もともとあれカオスラウンジ系の人たちがキャラクターという実在はしないんだけど人間の心を大きく動かす存在について語っていたことが震災後の幽霊、目に見えないけど心に大きく働きかける存在についての議論につながっていったという経緯があったかと思います。で現在とそれがどうずれているかということなんですけれども、大きな違いはやっぱりですね、担い手が変わったっていうことです。当時やっぱり日本のコレクティブは男性の集まりだったんですよね、カオスランジを含めて。でその問題というのがやっぱり多少顕在化した部分がありましたよね。でただ今回については、まあ、切り取りさんがたくさん紹介してくださったように、やっぱり性別も年齢もさまざまな人たちがどういう共同体を作っていけるのかというふうに問題がシフトしたのが一番大きなところではなかったかというふうに思っています。それから何だっけ、ゼロ年代のラノベの想像力と世界系でしたっけ。はい、でこれも20年前、大岩さんでいうと中学生ぐらいの時に経験したものがやっぱり今コロナの、状況に重なって大きくブレイクしてみんなの注意を引いたというか話題を呼んだというところが確実にあると思っています。でその辺は大岩さん自身がどう考えているのか後でお伺いしたいと思いますけど、私はだからコロナ終わりが見えてきたところで一斉にこの人たちが外の世界へ出ていこうよという呼びかけを結構はっきりした分かりやすい形でし始めているというところの背中を押したいと思ってます。でもう一つ言うとコロナ禍の状況とティーンエイジャーの時に培った世界系の閉鎖世界というものがあまりにもシンクロしすぎたために、やっぱり大人の世代がこの人たちが今の世界を見せてくれるって期待をしすぎて、この若い人たちにいっぱい仕事をお願いしていて、私はこれらの、まあ、大岩さんもそうだし同年代の他の作家さんもそうだと思いますけど、コロナが終わったらいよいよ世界に出ていってロシア語で検索をするようになっていってほしいと思っているのに、多分忙しすぎて仕事がありすぎてそういう時間を持てなくなっているのではないかということをちょっと危惧していて、まあ、我々のようなお兄さんお姉さんの世代はですね、この作家たちがコロナ終わりの後をどうしていくのかということをもうちょっと注意をして見守っていくべきではないのかなというふうに思ったりしています。ごめんなさい、ちょっと質問の趣旨を外れましたけど、エールも含めてこんな回答をしてみました。はい、ありがとうございます。じゃあ大岩さんどうぞ。いや貧乏くじを引かされてはい、ありがとうございます。まああくまで僕からの視点であって振られたのでコメントでも質問でもなくなってはしまうんですけれど、僕は93年生まれなので、まあ、途中で話されていた
あの0年代ライトノベルとか、まあ、そういう想像力について、まあ、コメントを形できればいいかなと思います。まあ、途中で0年代とライトノベルに象徴されてはいたんですけれど、もちろんその前後には流れがあって、例えば90年代からあった SF、 特に原理をたどると筒井康隆を中心とした、まあ、ジブナイル小説で、一方で、2000年初頭あたりに言えるような、まあ、講談社の、まあ、メフィスト、ファウスト、もしくは、まあ、ジャンルで言うと新伝記とかにあたる、ミステリーの文脈からこういわゆる2010年代もしくは2010年代直前くらいまでのライトノベルというのが、特に僕は中学生もしくはまあ高校生くらいかな、そのくらいには影響していると思います。それは、ジャンルとしてのこう様式というか想像力の問題かなと思ってます。そうしたミステリーとか SF で問われていたのは、構造主義もしくはポストモダニズム、ポストモダン小説の影響も、まあ遠巻きにはあると思うんですけれど、極端に言えば世界っていうのが信じられるかどうかっていうのが、まあ、いわゆる形式的な問題、ミステリーにおいて探偵が推理をこう完遂できるのかどうか、 SF だったら、例えば2003年の鈴宮春日の憂鬱シリーズ、鈴宮春日シリーズを例に出すと、私にとってどの世界が本当であるべきなのかといった、フォーマリスティックな世界についての問題でありながら、かつ実存的であるようなものというのが、特に文芸においてはライトノベルを前後にして、まあ世界系をその一つだと思うんですけれど、大きな動きがあったと思います。ね、そのまあ極点にあたるのは多分浅井亮あたりの小説家かなと思うんですけれど、そうした想像力は確かに、新海誠におけるまあ洪水とか水のモチーフ、まあ、もしくは惨事のモチーフとか、僕だったら、さっきの渦中の美という十和田市現代美術館の作品に結びつくと、昔からあるハムレットのような、まあ、古典演劇悲劇の問題として僕は取り扱っているんですけれど、そうしたことが、そうですね、コロナ禍もしくは、2011年の震災に結びつくと、個々の事象に結びつくと同時に、極めて実存主義的に、果たしてこの世界にどうやって生きればいいのか、なんでこの世界に作品があるのか、私が作品を作るのかという問題は広く、そうだな、社会的政治的というよりは多分実存論的な問題として出てきているというのが個人的な、直感感想ですね。ちょっと長くなりそうなこの辺りで。ありがとうございます。南島さん大丈夫ですか？大丈夫です。アンドリーさん、私もう一つ聞きたいんですけど、はい、私がちょっと言及したあの戦後、あ、違う、彫刻刀が刻む戦後日本っていう国立国際じゃない、間違い、町田市立国際版画美術館の展覧会、あの菅原信也さんが伝票を書かれているので、もっとお詳しいのではないかと思い、少しお話を伺えたらと思ったんですが、どうでしょうか？はい、すごい無茶ぶりでびっくりしたんですけど、そうですね、すごい僕もあれですね、非常にあの展覧会見てすごい面白くて、でたまたまあのアートニュースジャパンに依頼されたので、これ書きたいですってすごい書いた文章なんですけど、そうですね、あの展覧会はあの一つのなんか裏テーマじゃないですけどとして、あの文化冷戦の問題があったと思うんですね。やっぱり日本のその戦後美術史において、あのメインストリームというか、まあ、静止と言っているのか分かんないですけど、そういった流れがあって、例えば、まあ、舞台とか50年代の舞台とか、あとまあ物派とかってあると思うんですけど、そういったそのいわゆる静止的なところからこぼれてしまっている版画運動、それもそのアーティストもやはりまあ結構、まあ、左派のアーティストであり、それと同時にあのさまざまな民衆というか一般の人たちが、まあ、版画って木版画って結構アクセスしやすいので、まあ、少し習えばすぐできるようになるものなので、そういった形でその美術っていう場をあの、まあ、左派的な関心を持ちつつも、さまざまな美術以外の人々に広げていった、そこが僕はあの展覧会から見えてすごく面白く思っていて、でそのことと関連して言うと、あのそうですね、あの美術、まあ、美術の外部っていうところを最近関心を持っていて、まあ、美術館の外部といってもいいと思うんですけど、
まあ、先ほど桐取さん の, あのハンドアートの話とかっていうのはまさにその美術館からそのものを持って、で実際その飯山さんのハンドアートだとそれが実際役に立つと、そういった形でその美術館だけでその経験を止めないで、その外部でその、まあ、何らか役に立つものだったりとか違ったその考え方だったりとか、そういったものをあの可能にするようなものとして美術も働きうる。だからその美術っていう領域の中にとどまらないで、その社会の中でって言ったらちょっと安っぽいですけど、なんかそういった傾向っていうものが あるし、そこをなんか僕は注目していきたいというか、ちょっと話変わっちゃったんですけど、そういうことを思っています。以上です。ありがとうございます。どうですか、他に質問やコメントありますか。沖縄の話。そうですね、長谷川さんお願いできますか。コメントないですか。会場大丈夫ですか。話すやつを増やすっていうならないですけど、キュッとキュッとだってきます。東京だと国立博物館でしたかね、琉球展というのをやって、いましたけど、まあ、僕は大変思うところたくさんあるというのでした。で沖縄今年復帰50年なんですが、なので沖縄はいろんな展覧会とかが数多く開催されていました。で僕まあ行く機会があったので、見ることができたんですが、まだやってます。沖縄県立博物館美術館の復帰クオリアという展覧会やっていて、会期が前半が復帰前で後半が復帰後というふうになって、今復帰後をやっています。さっき倉谷さんがまさにおっしゃっていただいたように、あと菅原さんもおっしゃってましたが、まあ、日本の、まあ、美術史だけじゃないですよね。単純に日本戦後史っていうふうに考えた時に、僕らの頭の中にほわほわほわって出てくる、一連のエピソード、例えば1970年といえばやはり万博であるというふうなもの、あるいは美術史が詳しい人であれば、人間と物質展とかになるわけですが、もうなんちゃんちゃらおかしいというか、全然関係のない、表現であるとか、何かににじり寄っていく運動があるわけですよね。それが今沖縄で見れるので、まだ見れるので、ぜひ行っていただけたら僕はすごい嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。どうですか、全然違う話、あるいはこの展覧会も良かったとか、そういった話があれば。四方さんは何か、はい、ありがとうございます。とてもいろいろと興味深い考えさせられる話、ありがとうございました。そうですね、もう一つの歴史とか、あと、まあ、いろんな問題があったと思うんですけれども、まあ、一つセンシティブな問題が多いなと思うんですね。でもそれはそういった時代かもしれないんですけれども、これまで近代以降の美術が排除してきたもの、まあ、それは帝国主義的な歴史もそうなんですけれども、そういったものではないものが実際はあったけれども、それが振り返られなかったことがありますよね。それに対してもう一度フラットにいろんなこれまで塞いでいたものを思い出したり確認する、向き合うような状況になってはいると思うんです。それがすごく今回の今日のお話でも感じられましたし、ここ数年それが起きていたんですけれども、特にコロナ後のコロナ以降というか、まだコロナなんですけれども、現在においてもう一度こう新しい動き、うねりが出てきているような気がしていて、それを今年感じたなと思いました。センシティブなことなんですけれども、表明したり声に出すことはとても重要だと思います。結構いろいろとありますけれども、オープンにすることはすごく重要だと思っていて、出し方ですよね。なかなか余裕がなくって、繊細すぎて周りが見えずに出してしまうことがあったりすると、別の人を傷つけてしまうこともあるし、自分も傷つけてしまうことがあるんですよね。だからこれは慎重にというのは、そうですね、臆病にではなくて、勇気を持って
愛を持って接することかなと思うんですね。人のことも考えていく、で自分のことも考えていく、そういった形でしっかりと説明したり、その状況に応じて話し合っていくような場を持つということですね。乱暴なことはできないと思います。先ほどクレアさんがおっしゃったように、ドキュメントでは信頼関係のがなかったんではないかって話もありましたけれども、私たちは信頼関係をベースにしていかないとコミュニケーションはできないし、戦いとかになってしまうんですね。今日のお話でやはりかなり戦場というかバトルフィールド的なことを感じたんですね。それぐらい余裕がない戦いが今起きている感じがしていて、それをに目をつぶるんではなくて、その繊細さをしっかりと見つめて一緒にみんなで考えていくようなこと、そこに共同体が発動するのかなと思ったりしました。ごめんなさい、ちょっと。いえいえ、とても貴重な話でした。クレアさんは何かそれに対してコメントとかありますか？ないですか？どうですか？他にぜひ皆さん、はい、会話の場なんで、今日はそうです、はい、ぜひなんか我々よりたくさん知ってる方がいっぱいいそうなので、ぜひぜひここでシェアしてください。はい、今年の、ね、東京都の展覧会は、この間アートウィーク東京っていうイベントがあって、私はその主催に関わっているので、それに向かっていろんな都内に行われている展覧会を見ていて、また世界に発信するイベントなので、それをソウルとか香港とかベルリンとかニューヨーク、世界の各アートシーンにちょっと比較的に、捉え直そうとする試みでもあるんですけど、やっぱり東京のアートシーンは非常に豊かで、もちろん日本全国のアートシーンも非常に豊かだと改めて実感する機会になりました。今年の2月には、例えば山口、ワイカム、山口情報メディアセンターですね、情報芸術センター、でセラムっていうインドネシアのコレクティブによる展覧会見ることができていて、その中身は実際に、ドキュメンタリーとに共通点の一つは、作品っていう内容が特になくていて、ワークショップとか教育に関する展示があったので、鑑賞者をアクティベートさせるような、内容で非常に良かったんですけど、そのポストコロナ世代の話に戻ると、もう本当に新しい世代が生まれるところだと思います。また新しい美術への接し方が生まれるところだと思うんですよね。どうですか、なんかあ、一つ質問がありましたので、じゃあ、はい、あ、ありました。YouTube、あ、会長、あ、会長じゃない、YouTube から。あ、はい、じゃあ、僕、あ、お願いします。覚えてます。あ、でもじゃあ読み上げてください。はい。はい、質問いただきました。今の時代としてアーティストとキュレーターとクリティックの位相を示してほしいのですか。難しい質問ですね。今の時代としてアーティストとキュレーターとクリティックの位相を示してほしいのですが、点点点という質問でした。すみません、位相は暗いと、はい、あ、そうだ、フェーズとかの、はい、暗いです、暗いに、はい、そうです、難しいな、なんかすごいでっかい質問が最後に投げられたんですけど、ただすごく曖昧になってますよね。例えば大岩さんはアーティストですけど、たくさんテキストを書いているし、セリン太郎さんはキュレーションをしているし、私は実は昨年漫画家デビューをしていますし、でルアン・ルパも本人たちはアーティストや建築家やデザイナーですけれども、今回はキュレーターという立場を取っています。
で、このように流動化するのが実はいいことなのではないかなというふうに思っています。で、特にルアン・ルパーがドクメンタでこうように問題になったことの信頼関係のお話をしましたけれども、ともすると私のようにこう制度というかインスティテューションの側にいる人間というのは、いや、アートのために命を捨てる覚悟で、職ぐらいは投げ打つ覚悟でアーティストを援護しなければならないと言われるんですけれども、これ誤解を招くかもしれませんが、本当にそうなんだろうかって思う時があるんです。つまり共同体の仲間としてアートという価値、それを担っているアーティストのためにキュレーターは犠牲になるべきっていう考え方は本当に正しいんだろうか。もうちょっとこう対等な権利を持つものとして表現も生活も守っていくという手立てがないものかということを、ドクメンタのディレクターさんが結局辞任することになった事件を見て考えたりもしています。そういう意味で対等な流動化というものが起こっていけば非常に生産的なのではないかとちょっと夢を見たりしています。そうですね、私もなんかその流動的な状況に対して賛成の気持ちもあれば警戒の気持ちもあります。例えば私が評論家として主に活動してるんですけど、翻訳仕事、美術館やアーティストからお願いされることが多くて、それでいろんな団体と関わりを持っていて、その中にどうやって批評的に展覧会を見極めるかということを常に考えています。例えば制作側、あるいは例えば展覧会の企画に関わったものであれば、できるだけそれについて書かないこととか、だからやっぱり倫理を持つのが非常に重要なことだと思います。まさにこういった脱インスティテューションみたいな時代になりつつあるので、やっぱり個人として自分の倫理観をしっかり持って、自分の行動をある種のコミットメントを持たないといけないと思います。だからそういった表現の自由の問題が起こった場合には、適切な対応を取るにはやっぱり倫理観強くないといけないと思います。例えば素早く謝礼するか、しつこく抵抗するか、その二択において、間違いもあると思うんですけど、間違うのであれば立派に間違ったらいいと思います、はい。どうですか、もう時間ですか。はい、ヤウの方の話もあって、森君、ちなみに切り取りさんがヤウの話を出してくれ言ってました、はい。ヤウの運営チームをしております森と言います。よろしくお願いします。本日は素敵な会をありがとうございます。まさに今おっしゃってた話で、このヤウっていう場所ではなくて、多分プログラムというかエコシステムをまさに作ろうとしていて、でその中で先ほど切り取りさんが批評の対象として挙げてくれたのが嬉しいなと思ったんですけど、なんかこれまで批評ってこう展示の後にあるものだったり、逆にその批評を含めてなんかその言葉に引っ張られて展示の前にやって、なんかさアーティストが何かをしてくれるものかなと思ってたんですけど、その今渦中にあるヤウのことをある途中のコメントですけど、こんなこと始まってるよっていう紹介いただけて、今日の場もそうですけど、議論の場を開いて、ヤウがどうなってるか正直まだ始まったばかりですし、こういう方に行こうっていうのよりも、まずはいろんな失敗をしてみて、
素早く謝罪をしてみて、いろんなトライをしてみようかなって思う段階なので、なんかぜひぜひいろんな言葉を投げかけてもらえたらいいかなと思っております。そんな感じで締めにならないように続けてください。ありがとうございます。本当に大丈夫ですか？あ、最後、はい、お願いします。あ、はい、ちょっと話の内容変わっちゃうかもしれないですけど、まあ、今大規模な国際展示会のいろいろ見せていただいて、でもう一方の側面として、まあ、いわゆるアートフェア、アートウィーク的な、まあ、バーゼルとかを中心とした、まあ、スイスとかマイアミとか香港で行われてるんだけど、まあ、その州はものすごい街がパンクするぐらい人集客があると。で、まあ、お金がまあ動くメイクのもあるんですけど、まあ、一般の方も来てもらって、まあ、それなりに心が動いて帰ってくるみたいな、まあ、いわゆるちょっと、まあ、ある意味その純ピュア 100% ピュアじゃないんだけど、まあ、それなりにこうかなり影響力が大きいものがあると思うんですけど、でここにいらっしゃる今大半の方っていうのはどちらかというとその、まあ、いわゆる ピュアでハイブローでアカデミックな側面でやられている方々だと思うんですけど、まあ、そういうちょっと、まあ、まあいわゆるマーケット的な側面ですよね、まあ、なんだけど、まあ、やっぱりそこに作家が入っていくことによって、作家はやっぱり対価が得られることによって、それでやっぱり制作でできるという側面があって、まあまあ、それで助成金もらって、助成金もらった相手を攻撃しなくてもなんかやりたいことができるっていう側面もあったりとかするというので、まあ、そういうのに対して、まあ、ちょっとどういう見方をされているかっていうのをご意見とか、まあ、所感を聞きたいなと思いました。そのマーケットとの接し方の話ですか？あ、そうですね、マーケット、マイクはい、マーケットとの接し方の問題ですか？そうですね、はい。で、作家の立場からですか、それとももう美術関係者一般の、その美術、まあ、キュレーターとか、まあ、評価の方がそういう、まあ、ああいうイベントとか、まあ、アートフェアとか、まあ、メガギャラリー的なものをどういう感じで見られてるのかなっていう。そうですね、まあ一つは世代的な問題がもあるかもしれないです。私はニューヨークのコロンビア大学を出てからニューヨーク、で、活動するように、なって、なんかキャリアの最初の数年間はニューヨークで経験していて、ニューヨークはマーケットと美術館とイベントは非常に何ていうか密な関係を持っていて、まあ、エコシステムとしては、機能していて、いいところもあればちょっと良くないところもあるんですけど、まあまあヘルシーなエコシステムである、それなりにヘルシーなエコシステムである、と言える、ただし、まあ、2008年のリーマンショックもあって、そしてコロナ禍もあって、マーケットの在り方も大きく変わろうとしている。例えば欧米ではスーパーギャラリーがガゴジアンとかそういった大規模なギャラリーが非常に強くなっていて、中間ギャラリーが潰れるようになったりしていて、そして次世代のギャラリーがもう本当にどういう道で育てられるかちょっと見えづらいんですけど、まあ、アートフェアもその中に大きなプレゼンスでもあるんですね。だから20代の私は、例えばギャラリーが、先端的な美術を見せるのは当然のことだったけど、今になって本当に、まあ、脱ギャラリーみたいな動きもあるし、脱美術館の動きもあるし、脱ビエナーレ・トリエナーレの動きもあるので、プラットフォームが
もう本当に豊かになっていて、いろんな可能性があると思うんです。だからそこまでなんていうか、まあ、ちょっと10年前に比べると状況が読みづらいことになってるんですけど、それでも、まあ、NFT アートとかそういう新しい表現のあり方もあって、それで、まあ、キュレーターはその中にいろんなアートをつなぎ合わせる仕事をしていると思います。いろんな目線でアートとノンアート、芸術と非芸術を、展覧会の空間、展示空間を通してつなぎ合わせることができるので、やっぱり重要な仕事をしていると思います。ただし、まあ、マーケットとの関係は、まあ、例えば海外のキュレーターはファンドレイジング、お金持ちに頼んでお金をもらって企画するとか、そういう、仕事をしなきゃいけないので、それもなんていうか、その難しい点があり、日本の場合はあまりそういうファンドレイジングするような環境がないんだけど、行政からお金もらったり、いろんな工夫して、お金集めたりして、自分の企画をやっている中で、その限界と可能性があると思います。はい。私からも一つだけ、先日ちょっと海外、中国から来たキュレーターとお話をしていたんですけど、彼が日本を視察してとてもびっくりしたのが、そのギャラリーの層が厚いということだったんですね。で、中国の場合、ご存知のようにちょっと反政府的な立場を取りながら細々とやっている一群のアーティストやキュレーターやミュージアムと、もうマーケットで成功することを目的にした若い人たちの、まあ、巨大なマーケット層というものに二分されていて、ただ日本はここがグラデーションになっていて、グラデーションのところがとても豊かだって言われたんですね。で、それはアンドリューさんがおっしゃったそのメガギャラリーの発展の後ろで中間層が潰れているっていうニューヨークの現状に比べると、まさに中間層が豊かであるっていうこと の、 証拠だと思うんです。で、私はまあ、ガファみたいなものに中小企業が食われていって多様性がなくなるというような社会と同じで、やはりこの中間層がずっと豊かでいてくれることが日本の美術界の可能性ではないかと思ってます。で、ただ彼ら彼女らはもう全然お金がなくて常に苦しい思いをしているので、まあ、少しでも私たちが買うっていう気持ちでギャラリーに行くっていうことも重要かなと思って、少しずつちょっとお小遣いを使ったりもしています。で、こうした状況世界的に珍しいのかというと実はそうでもなくって、例えばポーランドも非常に似た状況にあります。コマーシャルギャラリーなんですけれども、志を持って非常にピュアな気持ちで貧乏に耐えながらたくさんギャラリーをやっている若い人たちというのがいて、むしろその欧米のメガギャラリーに対抗するためには、こうした周辺部にある国の豊かなグラデーション同士が手をつないでいくっていうことが必要なんじゃないかなと思いますし、実際にアートウィーク東京のちょっと前にやっていた世界のギャラリーがもう郵送でいいから作品を送り合って互いのアーティストの作品を展示し合うというのは、そうした試みがもう始まっているということの証なのではないかと思っています。はい、ありがとうございます。素晴らしい質問ありがとうございます。じゃあ、それで、一旦トークを、終了したいと思いますが、その前にいくつか、お礼のことを申し上げたいです。まずクレアさんとキリトリさん、登壇者をしてくれて本当にありがとうございます。素晴らしいプレゼンテーションでした。そして素晴らしい議論を、つなげてよかったです。
あとは来場、のスタッフや、リモート参加の視聴者に対して非常に感謝を表したいです。そして、国際関係若手育成のワーキンググループはこの企画に携わって、四方さんと四方由紀子会長と長谷川新さんと菊池舞子さん、が、現場で、いろいろ対応しながら林澄さんは遠隔で関わっていて、また長谷川瞳さんと澤山亮さんもこの企画に携わっているのでありがたい、気持ちです。そして最後に、配信担当の中本博文さん、ありがとうございます。アズルさんも、あ、はい、はい、ありがとうございました。でこれからも発信していくのでぜひフォローしてください。ありがとうございます。お疲れ様です。